沖縄県立太平特別支援学校は沖縄県村添市太平一丁目にある公立特別支援学校。知的障害者を主に対象とした特別支援学校として県内で最初に開校した。1965年に琉球政府立太平洋語学校として設立。前述のように知的障害者を対象とした特別支援学校としては県内初。 同校は人口の多い浦添市、那覇市、宜野湾市などを校区にしており、生徒数は年々増加している。2009年4月現在では、生徒数が受け入れ可能人数を100人以上オーバーしており、教室の不足が問題化している。生徒の中には、自閉症の傾向があるものが約6割より、過密化を低減するため、音楽室、パソコン室などの教室を普通教室とし、 教室数を増やすなどの対策を行っている。また、生徒数の増加は、校舎だけでなく、移動手段にも支障をきたした。当校は、スクールバスを3台保有していたが、生徒数の急増により合計で25人の定員オーバーとなった。この問題に関しては、2009年5月に、名護市の北部農林高校より、大型バス1台を借りることで解決している。 なお、2009年3月までは、大平養護学校という名称であったが、2006年6月の学校教育法一部改定により、旧盲学校、旧老学校、旧養護学校の学校種が特別支援学校に統一されたことから、校名を太平特別支援学校に変更している。4コースを運行している。以前は3コースだったが、前述の通り、2009年5月に、 北部農林高校より、大型バスを1台借りたため路線数を増加、首里方面へも行くようになった。路線の詳細はお参照。2009年4月14日、付琉球新報2009年5月18日、付琉球新報。ありがとうございます。